動画の視聴ありがとうございますえここでは私は担当する新全日線オカコースこちらの年内のインプットこの詳細を説明していきます新全日線オカコース私が行う教団から説明するインプットのコースは3月から12月年内で終了します具体的には冒頭で全体構造講座全11科目の基本これを説明していきます その後一科目ずつ説明していきます。で最後にブラッシュアップ編というものがあります。でここは総まとめという感覚ではありません。まだまだこの時期ではまとめられるという状況じゃないんです。この四つが重要科目なんです。でこの重要科目ではよく出る部分とたまに出るって部分なんです。 まずこの初めの回数の方ではよく出る部分だけをやっていきますで一番後ろこの部分ではたまに出るという部分を最後に詰めていきますこれがその最後のブラッシュアップ編というものですじゃあこの回数をどんな感じで講義もしくは受講していくのかとこちらの方週6回ペースで 受講していきます生クラスまた、Zoom 同時配信クラスであれば月・水・金週3回午前10時から13時また午後14時から17時午前3時間午後3時間で週3回それを受講していってこちらのカリキュラムをこなしていきます。 ちょっと細かいんですが例外が二つありますこの不動産登記法というものと商業登記法という部分ですこの二つについては生クラスであれば月、金、生同時配信、月、金、週二回になってますこの二つ不動産登記、商業登記といわゆる登記という科目は情報量が多いんです そのため、しっかり復習をしてほしいので、週2回にしています。また、こちらの科目に行くと、前の科目が復習したくなるんです。その前の科目の復習のためにも、週2回というペースにしています。受講生の方は、このカリキュラム通りに受講してってください。ただ、それをやっていくと、例えば、 この科目に行ったときに前の科目の勉強をどうしようと多分そんなことを考えると思うんですご安心くださいこれどの時期にどの科目を復習すべきか私の方で指示をしますじゃあ来週までに民法のこの部分からこの部分まで復習してねと,という指示をしますその指示に従って勉強をしていってほしいんです分かってますよ指示だけではやんないとなので 2科目目から毎週テストをしてきますやっぱり人間テストがあるってなると勉強するんですよ。ということでこちらのコースもう1科目ずつ受けていくそして復習のタイミングも私の方が指示をしますのでその指示に従ってください。そうすることによって年内万全な基礎力がつけられるようになります。 これが私は担当する全日制四日講座の年内のカリキュラムになります。年明け以のカリキュラムについては、また別動画で説明いたします。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。